こんにちは。おはようございます。今の時間は9時25分でございます。今日はどこに行くかというと、大磯プリンスホテルに泊まりに行きます。イエーイ。めっちゃ久しぶりの泊まり旅行。妹と今日は行くんですけど、今妹を待っています。妹です。こんにちは。せーの、レッツだゴー。せーの、レッツだゴー。賞味期限が近いから安いお試し袋、お楽しみ袋。かわいい。コーヒールンバ、湘南ビーチコーヒールンバ。美味しそう。ココナッツ&モノビタチョコ、菜の花の丘サブレ、湘南キッズ。え、湘南キッズ入ってた。やったこれで500円、1000円以上入ってるらしいです。レッツだゴー。海だ。着きました。大磯着きました。大磯かっこいいな。だそうです。かっこいいんだから、ここ、このシーンかっこいいんだ。入口券をお持ちの方は入口券を使用代金。こっちにも海がある。気持ちいい。さよう。中に入ってもらったけど、うん、テラス席に来れました。海が見えない。最高。シラスペペロンチーノと湘南サンセット、ブルーベリー&スムージー、ブルーベリー&ヨーグルトスムージー。じゃあ麦の方がたくさん置いてあるってことは人気なんじゃない？じゃあ麦にしよう。今から公園に行きます。公園の名前は大磯なんとかなんとか公園。どっから行くんだ。覚えた。左、とりあえず左の道、左の道って行けばいい。全部あるの。わ、やば。江戸時代、江戸時代。目的地です。
明るい。すごい。今からプールに行きます。プールに行きまーす。ハンバーグにしました。何でしょうか。カツレツです。温泉に入ってきました。温泉なのかな、あれお風呂。めっちゃ気持ちよかったです。明日は何をしようかなって決めてなくて、何をするって妹と話してたんですけど、こっから御殿場のアウトレットがまあまあ近くて1時間ぐらいなので、御殿場のアウトレットに妹がまだ行ったことがないので行ってみようってことになりましたので、明日は8時ぐらいに起きたいと思っております。せんべい、いただきます。甘い。うん、青さ。うん、うん、海だ。めちゃ、うん、いい。この2個めちゃくちゃ海感じるね。うん、モームのクリアポーチにメイク道具入れてきた。めっちゃ顔がパンパンにむくんでる。今お風呂入ってきたんですけど、今日の服、ユニクロのシャツ、オムオムのカラーパンツ、ピンク、シーンのタンクトップ、オムオムのマルチケース。朝ごはん食べてきます。一応さ、マヨ焼いてくれました。あ、ストロー。うん、美味しいね。御殿場アウトレットで買ったものを紹介します。まずはナイキで買ったものを紹介します。じゃじゃーん、こちらのスニーカーを買いました。めっちゃ可愛くないですか。これはね、多分1年ぐらい前に発売されたスニーカーで、ここにねお花の刺繍がしてあるんですけど、あのリサイクルの素材を使ったスニーカーのシリーズの中の一足なんですけど、カラーのこの組み合わせがめちゃくちゃ可愛いし、この刺繍、お花の刺繍も後にさりげなくしてある感じがめちゃくちゃ可愛いと思って買いました。6999円。トレーニングウェア、このタイダイがめっちゃ可愛くないですか。2999円でした。可愛いトレーニングウェアを着て筋トレしたらなんかやる気が出るんじゃないかなと思って、ね、ビームスでもお買い物しました。白 T を買いました。背中のところに緑でこんな感じのプリントが
されてる、めっちゃ可愛いので、袖のところにも筆記体のなんかプリントがされてます。なんて書いてあるかは知らないんですけどこれ2900円でした。リングも買いました。シルバーですね。でここにブルーのなんか石みたいな、こういうごついリングってなんか指が華奢に見えるから、あのごついリングをごちゃごちゃガチャガチャ指につけるのが私は好きです。プラザのアウトレットで、じゃん、このめっちゃ可愛くないですか。これニューエラの帽子なんですけど、初めて見た。なんかこのちょっとなんか丸い感じのちっちゃいロゴも可愛いし、このカラーも絶妙なスカイブルーなんでめっちゃ可愛いし、なんかもう一目惚れしてこれを買いました。これ3000円ぐらいだった気がする。と、これは別にアウトレット価格ではなかったんですけど、こうなんかメイクするときにさ、前髪に跡がつかないようなピンずっと欲しくて持ってなかったので、このミッフィーめっちゃ可愛くて買いました。で、最後が多分ユナイテッドアローズで買ったテバのサンダルです。定価の 40% オフか 50% オフ、 40% だな多分。このテバのスニーカー今年絶対買おうと思ってて、この形をね、で行ったら 40% オフになってたので買っちゃいました。以上がアウトレットで買ったものです。